はい、やっていきましょう。パート19をやっていきますよ。さっきの1個前のやつが18、これが19ね。もう動画を矢継ぎ早に撮っていってるパートの次をね。なんつってもさ、ここでこうもたくさしてられないんだよね。このこうやって開いてても時間が止まるから、スタート押したいんだけど、準備できない、ゆっくり準備ができない。だからもだから自動的に面白い小話の一つや二つなんて言ってたって、言ってたって実体問題、そのね、実際問題、これ押せるんじゃなかったっけ、押して屋根から入ったりしなかったっけ。ああ、それは無理か。裏から入れるでしょ、裏から。あ、なんか勝手に動いた。窓が開いてる。窓が開いてる。足場がないと高くて登れないな。これを使うんだ。すんげえ重さだと思うけどな、これ。すんげえ重さだと思うけどな。だから面白い話の一つもね、二つもね、用意して。おい、危ない。警備員が見てる。それはダメだ。それはよくない。ハゲ散らかったおっさんがおる。ハゲ散らかったおっさんを追いかけてるように見せかけてる。これで大丈夫。面白い小話よね。パート何本取るのかは決めてないけど、そのパート1杯分ぐらいはね、1杯4、5個ぐらいはこの面白い小話で入っていけるようなね、そういう風な引き出しが必要だね。怪しいったらないもの。こんな人がいたら普通に警備員の人はこれやばい人やって思うもん。ほい、侵入、住居不法侵入やってしまいました。また罪を一つ重ねてしまった。基本的にね、人殴り殴ってるからね、そうしててもダメなんだけど、確かに全然。ここに何か手がかりがあるはずだ。手がかり、危険人物すぎるでしょ。まあ、高校未成年だから許されてるか、逆に。逆にここまで来ると、入れそうだな。ここに入ってみるか。不法侵入その2。ガシャ。もうつまみ出されんぞマジで。事務所みたいだな。ヌスッとだよ、ヌスッと。中はヌスッとだよ。なんなら冷蔵庫からミルクの1本でも飲んで。タバコ。手がかりにはならないか。武剣って書いてある。いかにも中国製のタバコという感じの名前だが。中国製とか中国で売られてそうな名前だよな。武剣とかって書いてあるね。作業員たちはここで休憩してるのか。コップとかってさ、つい左手で持たない。そうでもない。次左手で持たない。何も書いてない。怪しいもん。全部一個一個。手がかりにはならないか。ならないよ、そりゃ。灰皿なんて見たところでな。すごいな、律儀に一つずつのテーブルにこのなんか第八倉庫資料。第八倉庫資料。ここに間違いなさそうだな。中は見えない。と思う。タバコね。このタバコを吸ってる人が多いみたいだな。刀。時代ですね。今はもうタバコ吸ってたらなんか吸ってるだけで悪者みたいな感じだもんね。まあ吸わんから別にいいんだけどさ。作業員たちは吸わんから別にいいんだけどさ、そのなんだろうな。まず第一に女の人は吸わねえ方がいいと思う。タバコっつうのはな。やっぱ生まれてくる赤ちゃんのことを思えばな。吸いたきゃおばさんになってから吸えと。手に手をつけない方が良さそうだな。思うよ。散らかすとやばいか。わずかばかりにこう。わずかばかりにちょっとあるね。罪悪感というか、気がとがめてる。もうタバコ多いもんな。女の人ダメだと思うんだよ。手がかりにはならないか。たとえその妊娠してなかったら別に吸っていいと思うけど、でも。普段から数週間があったら妊娠中も吸っちゃうでしょ。そしたら未熟児とか生まれてしまうわけさね。それ考えたらやっぱもう普段から吸わない、数週間をつけないというのが大事だと思います。これも何か武剣ってタバコか。作業員たちが休憩に来るのか。
本当ヒントねえな、ここ。でも、ね、好きな人が別にそれを多少、なんだろう、高い金払って、ね、手出してんだからさ。まあね、いいんじゃねえかなと思うけどね。ただまあ、お金もったいないなとは思うしね。健康というか、その長生きしたくないのかなというふうな意思は感じるよね。長生きがそんなに大事かどうかわからんけどな。タバコトーク、大して盛り上がらず。残念。何か手がかりになるものはないのか。泥棒だ。これが泥棒でなくしてなんという。普通こういうホワイトボードにヒントがありそうな気がするけどね。もう人がいたらドキッとするよな、これはな。一つ一つのロッカー開けるわけにもいかんしな。ヒントになるのもなんもねえよ。ここもなんもねえしな。このテーブルの上に何かあるかってぐらいだけど、下手に手をつけない方が良さそうだな。手つけないって言ってるしな。ボールペンなし、ゴミ箱漁るぐらいだ。出よう。もう本当だ、こういうの苦手。なんか見つかるの嫌だ。こそこそ悪さしてて見つかるのが、見つかった瞬間のドキッとするのは嫌い。話し声だ。誰かいるのか。盗み聞き。壁に耳より。この荷物の電気を行き先がまた間違ってるぞ。あ、本当だ。あれだけ間違わないでくれって言ってるのにな。ちゃんと急倉庫が行きって書いてあるのに、どこ見てんだか。悪いけど、向こうの第八倉庫に連絡してくれる。わかりました。ここの他にも第八倉庫があるのか。よし、旧倉庫から探してみるか。誰も見つからずに出ることができましたね。よかった、一安心。いやーでもね、シェンムーね、やっぱね、こっちの新横須賀港に、新横須賀港って実態あるの、これ。これも聖地巡礼できるスポットなの、一体。今どこにいるんだ。もう一回入ってもいいのかな。入っちゃダメ。あ、入れなかった。飛び降りた。旧総合会か。必ず見つけ出す。もう分からんよ。正直分からんよ。一体旧倉庫街はどこにあるのかが。あの旧倉庫街どこですか。旧倉庫街、旧倉庫街を探してるんですが。こういう人に聞きゃ分かりそう。バス停から北に行けば旧倉庫街だよ。北ってどっちだ。上か。地図とかないよな、シェンムーの世界に。フォークリフトだ。今思い出した、フォークリフトだ。今通り過ぎたやつな。な、フォークリフトだよ。いやー出てこんもんだな。しかしなんで出てくるんだろう。すいません、何のヒントも怖いなかったけど、パッと出てくるよね。それなら港の入り口からまっすぐ北へ行くんだ。ありがとう。北へまっすぐ。ありがたいけどどうもだけ言った。北がわからん。北がどっちか。あ、北がどっちかわからんのか。ほか、これ見たらわかんじゃん。これな、こっちが今、こっちが今、こっちが今向いてる方向が北にある。色波より時計が。で、えらい。えらい。旧倉庫街って知らないかな。緑色だもん。さあな、勝手に探せば。緑なのかな。帽子かぶってるだけか。勝手に探せば、ほんまの通りですね。ああ、入ってみました。ちょっと、関係者以外は立ち入り禁止だから。ほら、離れて。はい、しょぼーん。バス停から北に行くと旧倉庫街。北。北ね。もう雨だからさ、景色がしょぼくれてて。なんだっけ、名前思い出して。出てこんな。マサエさん。ひさかさん。何一つあったね。さしかあったね。旧倉庫街に行きたいんですが。旧倉庫街。この町で、この道の先このエリアで唯一の知り合い。わかりました。ありがとうございました。唯一の知り合いはやはり的確なヒントをくれるな。走ってる人がいる。子供。すいません。はい。なんとも特徴のない鈴井孝之みたいな人がいる。ごめんなさい。ミスターみたいな人。一人になりたいので。そうか。そうですか。そうか。ずっと一人でいろ。永遠に一人でいろ。
すいません。すいません。ん？旧倉庫街ってどっちですか？あそこね。いいポイントあんだよな。どこですか？ああ、大きな門があるからすぐわかるよ。門？入り口にいつも警備員が立ってんだよ。そうですか。なんだい？釣り人なんかよく話しかけてくるよな。近くにいいスポットあるんだ。どこですか？釣り人のコミュ力は一緒。入り口に。ありがとう。釣ってたら話しかけられる。あ、というか。あの時はどうも。ああ、この人あの人助けた人じゃない。カツアゲされそうになった時助けてくれたじゃないですか。おお。ああ。そうそう。何でも聞いてよ。協力するから。旧倉庫街どこだよ。旧倉庫街ってどこかな。こいつに逆にも。そうだな。作業員さんたちの方が知ってんじゃない？わかりました。クソの役にも立ち上がらない。こういうとこは何が釣れるんだろうね。何が釣れるんだろうね。一見したところさ、この釣り竿もさ、竹竿だよな、これ。竹竿だよな。つまり、延べ竿であって、リールを使うような釣りじゃないでしょ？ならやっぱハゼとかかなって感じもするけどな。ハゼかな、サビキ釣りかな。今釣ったモーションしてたような気がする。まあいいや。時間がすごい過ぎていく。旧倉庫街はあっちだよってなんか教えてくれたような気がしたんだが、しかしワンコひねえな。あっちの方でしょ多分。覚えられ、この広さ。この広さは常人には覚えられ。すいません。お、何か？絵描きが。旧倉庫街ってどっちですか？こんな雨の中絵を描くのつらいと思う。誰か違う人に聞いてもらえますか？わかりました。確実に近づいてるはずなんだ。ヘイトム。トムいたと思うんだが、あっちの街。はい、ミャオ。なぜ移動しているんだ？旧倉庫街って知らないかな？旧倉庫街もういらない。そうか、用済み。知らないなら用済みです。こっちでしょ、こっち。この辺じゃないですか。これだ、これでしょ。このもう大きいもの向こうです。すいません、何かご用ですか？ご用ですか。ちょっと聞きたいんですが、旧倉庫街って知りませんか？この奥が旧倉庫街だけど、それが何か？ここに入るには一般の人は入れないよ。業者か関係者じゃないと。セキュリティ硬そう。中にいる人に用があるんですが。約束でもない限り規則に通せないね。入れない。そうですか。さあどうする？あ、君、なあ、やっぱ許可がないのに入っちゃダメだよ。さあ出て出て。しっしっ。待たしてもらえない。夜を待つか。夜を待つかっつってるけどさ、そんなスイスイ進めていいんだろうかな。この一日でがっつり進んでるぞ。入るとしたら夜しかない。こういうとこなんかあんのかな。入れんわ、入れんわ。夜待って行く？行った方がいいかな。まあ、またくさやる必要もねえか。行くか、行っちまうか。しかし、まあ、時間のパート的には夜になったらもうワンパートだね。すいません。はい。赤い傘を。旧倉庫街への行き方を知りたいんですが。え、何か用でもあるの？ええ、まあ。あそこってなぜか警備が厳しいから。なぜか。用事もないのに近づくと怒られるわよ。そうですか。まあまあヒントをもらったね。もう入れない。2階に行けないんだね。帰り道もわからんもんな。帰り道がすでに。ワンコー休憩所。たまたまと、はい、これ時間潰すぐらいしかもうない。夜って7時ぐらいのことかな。7時ぐらいまでダラダラとこのワンコーで時間潰せと、なかなか辛いな。あ、いかにも休憩所っつう感じの休憩所前としてるね。ここでは例えばさ、ここでこのダーツでいい点得点取ったとしてさ、やってみるか。このネオダーツの方。ダーツ1回100円。ルールいる？遊んでいくか。ダーツはバラ戦争時英国兵士によって生み出された伝統ある室内競技です。
そうっすか。ルールが知りたかったんだから。コロン。てんてんてれでてん。え？惜しいな。すげえずれたよ。なんか。え？なんかすごい。これで。え？当たった。ネオダーツの難しくないですかね。よし。思ったとこと違うとこに行くな。これか。違う。まずまずかな。40点。うん、伸びないね。ラストか。手が伸びないね。ここかい？違う。惜しいな。うん、難しい。手のスナップのどの時点で離したら。おう。ハイスコアに行くのか。終わりか。終わりでした。やめる。これやめとく。やめとくか。実際これか、これでいい点得点取ったらさ、誰かが景品くれたりするのかな。そんな感じしないよね。まあ、ここのガチャ。男のロマン。港シリーズ。かっこいい登場車シリーズ。ワクワクセガワールド。ワクワクセガワールドでしょ。ガチャガチャ1回100円か。ワクワク性があるでしょう。買ってみるか。高えな。帰りのバス代なくなったらどうすりゃいいんだろうな。しかしまあ11時までにまたサイコロかよ。したらもうあれか、サイコロの旅出るか。ここで振って1が出たら札幌、2が出たら夢の超特急。続けてみるか。夢の超特急博多号とかさ、もう最高の旅出ますか。四万十号とかさ、灰塗って、おう何なんだよこれは。ビーンズビーンズリー、どうでもええわ。それに捨てとけ。もう少し遊ぶか。その辺に捨てとけ、もういらない。やめとくか。どうしよう、車一回ガチャっとくか。もう金ほんとないけど。ガチャガチャ。一回100円か。100円か。する。しちゃう。ついやっちゃうんだ。買ってみるか。おー、心元ね。1290円心元ないな。1000円切ったらもういよいよだな。いよいよやばいって感じがするな。お腹も満たせない。おう、これは。何なんだ、クーペ。クーペ2。やったらクーペがあった思い出がある。もう少し遊ぶか。しないです。いや、これコンプしようと思ったらさ、どこでお金稼ぐんだっけ。なんかアルバイトあった気がするけどさ、アルバイトのお金全部これに費やしたりするんだろうか。すいません。すいません。はいはい、なんでしょう。旧倉庫街の好みな顔じゃない。詳しいですか。ううん、別にいい男もいないから興味ないし。そうですか。警備員がエッチで意地悪なの。人のお尻ジロジロ見るくせに。見ねえよ。旧倉庫街の入り口で看板見てたら。そうですか。そうですか。あの、それにしてもあなたアイドル系の顔ね。どこにこんなアイドルがいるんだ。人気アイドルになれるわよ。いや、そういうの興味。もったいないよ。気が変わったら。そうですか。何の力になるんですか。この辺のものは買えないの。この辺で入ってるやつは買えないっぽいな。ラインナップが違ったら何か買ってもいいかなと思うけどね。と思うけどね。電池。なんかね、電池は、待てよ。ちょっと待てよ。うわあ、見てくれ、これを。これを。セガスターのソフトって、当てるんだ。スペースハリアーとハングオンは。あと、ラジカセも当てたいけども。これ、昔プレイした時、セガスターでゲームできたような記憶があったけど、これ当てたんか、俺。過去に。
しかもこのガチャって何ぼか買ったらガチャさせてくれるんだっけ、そういうシステムだったっけかな。牛乳1個買ったぐらいじゃガチャ出してくれんよな、ガチャね、くじ引かせてくれんよな。買ってみるか1個。はいはい、はいはい、ありがとうございます。あ、もう20分切った。すいません、これを。時間が経つのは早いですね、行員屋のごとし。いつの間にやら牛乳買ってた時間が過ぎてた。ありがとうございました。ということでパート19だったっけ、またどうぞ。パート19ここまでにします。バサッとね、バサッと切ることになるけどもね。ここパート19、結局牛乳買ったけどこれやらせてもらえんかった。シェンムクジは何本買ったらシェンムクジさせてくれるんだっけ。よくわからんな。じゃあ次回パート20でお会いしましょう。ほんなまた。